はい、こんばんは。アキラのゲームへようこそ。新作ゲームのお知らせです。はい、いつもね、実況をやってるんですけれども、今日はちょっと趣向を変えましてですね、明日9月17日にですね、2大タイトルがですね、同時配信開始するんですよ。それがですね、一つがこちら、ブリーチ、ソウルライジング、そして、セイントセイヤ、ライジングコスモという、ジャンプの作品のゲームがですね、スマホゲームが明日9月17日にリリース開始となります。で、こちらの方はですね、もうすでに、事前ダウンロードが開始しているはずです。こちら、ブリーチの方も事前ダウンロード開始されてまして、セイントセイヤの方は、今日の23時ですね。だからもうこの動画公開している頃にはもう、配信開始になってると思うんですけども、こちらが、まあ、ゲームの開始自体はね、また明日なんですけども、事前ダウンロードが始まっていますんで、ちょっとですね、もう明日はこれ僕実況やろうと用意してるんですけれども、内容の方だけ、さっきですね、どんなゲームなのかっていうのをちょっと見ていこうと思います。はい、それではここからですね、それぞれの公式のツイッターやホームページから情報を見ていこうと思います。まず、ブリーチソウルライジングですが、こちら、リリース日お待たせしましたということでね、これね、ツイッターの方はね、2020年3月からやられてました。僕がチェックしだしたのはね、まあ、4月か5月ぐらいになったんだけども、ついにリリース日がね、決まったのはね、ほんの5日前なんですよ。1週間弱、うん、ほんの5日前に決まりまして、で、バタバタと今日を迎えたという感じなんですね。そして、事前登録はなんと50万人を突破しました。はい。で、まあ、SS や裏気付けプレゼントとなってますけども、まあ、ざっくり言うと、ブリーチの MMORPG だと言われています。はい。どんな感じのね、画面になってるかっていうと、ちょっとじゃあ公式サイトの方行ってみましょう。ざーっとまあ下見ていったらですね、まあ事前登録のキャンペーンなどの紹介があります。はい。そしてね、面白いのがですね、事前登録キャンペーン2でキャラクター召喚。もう先に事前にですね、ガチャを回せるんですね。で、期間中毎日最大6回ガチャを引くチャンスということで、まあこれ配信開始の前日23時59分までなんで、まあ多分この動画公開してる頃のギリギリだと思うんですけども、で、僕はですね、もう事前登録したアカウントの方、ツイッターアカウントの方でさせてもらってて、それで浮竹さんをゲットできました。SS レアの浮竹さんをゲットできたんで、それでキープしています。で、そのキープしたやつを、始まったらですね、受け取ることができるというものなんで、まだもしも間に合うようでしたら、ぜひ皆さんガチャチャレンジしてみてください。で、キャラクターですけれども、まあもう当然ながら黒崎一護、主人公ですね。であったり、朽木ルキア、そして井上織姫、チャド、そして瓜生さん、こんな感じですね。まあ一応メインキャラクターたちはもちろんそうなんですけれども、その他ですね、いろんなキャラクターを使うことができます。で、白夜お兄さんであったりとか、もちろん朽木ルキアもそうなんですけど、ブリーチを彩るあまたのキャラクターが続々登場、君だけの最強パーティーを結成しようということなんで、まあ自分のパーティーをね、作る。だからまあガチャ引いてキャラクターたち、ね、ブリーチに出てきたキャラクターたちを使って自分たちのパーティーを作ることで、それで戦うことができる。で、ウェムコンドのボスですね。こういったのと、あとステージもこれ多分ウェムコンドですよね。こういったところで戦えたりとか。で、ざっくりですけども、これ、プニコンっぽいのがありますよね。左側に十字キーがあって、右側に、まあ、アタック、戦うボタンと、その周りに多分スキルでしょうね。で、多分右上にグリーン。で、あと、キャラクターもいますから、サポートで召喚とか、そういったシステムもあるんじゃないかなと思います。で、実際に動いてる画面の方ですね、公式の方の YouTube のチャンネルがありますし、この Twitter アカウントからも見れますんで、よかったら概要欄のリンクからチェックしてみてください。すごい迫力で動いてくれます。当時のだからジャンプをね、読んでた人たちからするとね、すっごい楽しめる内容になってると思います。で、関連情報ですけれどもね、一応ジャンルがだから MMORPG となっております。で、問題はですね、Android もこの間から11って新しいの出ましたよね。あの辺が対応してるのかっていう問題もありますし、ちょうど iPhone の方もですね、iOS がですね、機能発表になりまして、今日からですね、アップデート可能になってますけども、その辺が対応してるかどうかとても、まだね、公式ツイッターとかに出てなかったので、僕は一旦ですね、いろんなゲームの問題もありますんで、アップデートは止めています。iPhone なんですけどね。っていうのが、ブリーチの新作ゲーム、明日9月17日から、スタートできます。ブリーチソウルライジング。で、こちらも事前ダウンロードできて、で、こちらね、明日朝10時からプレイ開始できるというふうに公式ツイッター出てましたんで、明日はね、早速撮ってですね、お昼ぐらいには初見実況をですね、お届けできたらなと思っています。そして続いて、セイントセイヤライジングコスモです。こちらね、結構情報がもう出てましてですね、こちらね、2020年6月からツイッターやってられました。で、カウントダウンキャンペーンでですね、Amazon ギフトカードの、プレゼントとかね、やってました。はい、で、まあ、これもですね、もう、燃える俺のコスモとかね、もうペガサスファンタジーとかね、あの辺がね、こう、湧き上がるじゃないですか。自分の中で。もう、ジャンプ世代の方ならわかると思うんですけれども、セイントセイヤ僕、ドストライクなんですよ。
だからね、これはね結構期待してるんですよ。でテレビ CM もねもう流れてたそうです。その他ですねもう結構情報こちらは出ています。はい、でこんな感じで、キャラクターのですねこちらとかやったら、ね、ゴールドセイント SS レアなんですけどもね、アクエリスのカミューの能力であったりとか、ほら凍結拳敵一体に 100% の念力ダメージを与え、さらに 55% かっこプラス状態異常命中の確率で氷石の印を2段階付与するということなので、まあ氷系の攻撃ですよね。だから、まあ、凍結拳が多分通常攻撃で、フリージコインっていうのが、まあ、なんつうの、特技値、スキル1とかなんかな、スキル1、2、3でオーロラエクスキューションが必殺技でしょうね。で氷結リングっていうのが多分自分の個性とか、そんな感じなんかな。で、ティップスでしたらあるんじゃないですか、ここね。水亀座の神は強力な制御能力を持ち、敵に十分な数の印を与えて起爆すれば、絶大なダメージを与えられる。氷河と組ませれば、印の累積をさらに加速できると。要は自分のチームの中での組み合わせで使うことで、より効果を強く高めれると。そういったことの紹介ももうすでにされています。でもこちらの方とかもですね、もう原作の名シーンですよね。エスメラルダのシーンとかこれ覚えてます?ね。これ僕多分当時小学校ぐらいだと思うけども。そしてもね、動画の方も出てるんですけども、ロザン昇竜派とか、あとライブラのロザン百竜派とかも出てるんですよ、動画が。ああいうのがね、実際自分のプレイでね、再現できると思ったらね、すごいワクワクしますよね。で、なんとストーリーの方はですね、ハーデス編がプレイできます。もちろん行動12級編ですね、であったりとか、あとポセイドン編、あちらの方もプレイ可能となっております。パーティー編成っていう感じで、これ6体ね、パーティーを編成できるんですよ。で、さらに、共闘関係の当初の間で絆が解放されると、協力攻撃ができるように、バトル中に通常攻撃の手助けをしてくれるようになります、ということなんで、仲間が助けてくれる、みたいな、絆を解放する。要するに、ストーリーを進めていく中で、セイント同士が絆を深めることがある。そういったことが起きると、協力攻撃ができるようになる、というのが特徴です。これは、この前、いわゆるパーティーを組んで、それぞれ戦うっていうのは結構他にもありますけどし、協力攻撃っていうのもね、結構他のゲーム、それこそ今僕がやってる女神ヒストリアとかもあるんですけれども、それがセイントで再現できるってところが熱いんですよね。これがだから組み合わせね、先ほど言ったように、だから、氷河とカミューもそうですし、いろんな組み合わせ、瞬と息とかもね、あると思うんだけど、それを実際のプレイでやってみたい。はい、でこちらねセイントセイヤライニーコスモのホームページです。はい、今もね事前登録受付中です。で事前登録受付中ということで、まあ、10連召喚であったとかで50万人達成しましたんで、全サーバーに10連召喚とか、いろんなものがね配布されることが決まっています。すでにツイッターの方でですね、もういろんなキャラクターの能力とかそういったものももう紹介されています。でその中にはですね、意外なセイント、このセイントも実装されてんのみたいなね、シルバーセイントたちが結構ね実装されてるんですよね。あの辺とかもね、結構その癖のあるやつが多いんで、使っていきたいなと。で、キャンサーのデスマスクとかもいますからね。ね。こういう SS レアのね、ゴールドセイントたちをですね、初回のね、ガチャでどれだけ引けるかっていうのね、結構楽しみにですね、明日はですね、もうこれからも初見実況やっていこうと思います。で、こちらはですね、この23時からね、ダウンロードが開始できて、明日、いつからゲームプレイ可能っていうのは、まだ発表されていません。今この動画撮ってる時点ではまだ発表されてないんですけど、まあ、多分明日の何時かにですね、多分事前にツイッターの方でも、ね、出ると思いますので、こちらのツイッターリンクとかですね、概要欄貼ってますので、そちらをチェックしてみてください。はい、という感じで今日はね、ちょっと緊急で撮ったんですけども、明日9月17日にリリースされる2大タイトル、ブリーチライジングソウルとセイントセイヤライジングコスモというですね、どっちもライジングかぶりだね、ある意味ね、ジャンプかぶりでライジングかぶりなんだけど、この2大タイトルについてですね、もう明日多分ね初見を取るということで集中しちゃってると思うから、どんなゲームかっていうので、ね、多分説明がね、まあチュートリアルもやるから分かると思うんだけどね、事前にね説明できたらなと思ってこの動画出させてもらいました。ちょっとね僕もね今興奮してるんですけどね、本当明日が待ち遠しいと思ってます。はい、とりあえずは僕明日は午前中にもうプレイ可能になってるはずのブリーチソウルライジング、こちらの方を初見取ってお昼ぐらいには出したいなと。でその後に、セントセイヤライジンコスモの方も、実況の方を撮ってですね、またこれも夕方までにはね、投稿できたらなと思って用意していますので、よろしければ皆さんチャンネル登録してお待ちください。それでは明日の動画でお会いしましょう。ではまた。